そう、発表の時に今後のことをさ言い忘れてしまったんですけど、あの高校卒業を機に私は進学をすることを決めたので、春からね頑張ります。春から頑張って、また学生、あ、びっくりした、ねえ2度目2度目のびっくりした、はあ、びっくりした、びっくりした。そうですね、ごめんなさい、一回仕切り直して、そう、春からね進学をすることを決めたので頑張ります。今めっちゃ悪かった。いや、なんかずっとさ、そう今日で終わりじゃないから、なんかさ去年ぐらいの握手かな、10月とかぐらいから、なんかファンの皆さんからなんか高校卒業してどうするのとか、なんかすごい聞かれることがあるたびに、私はすごいちょっと申し訳ないなというか、なんかドキドキしたなって、ドキドキするなって思ってたから、なんか何も言えずにこうさ過ごしてたからさ、いや緊張したよ。ね、2ヶ月かな、お話し会の振り替えがあるからまだ話せるので、みんなには3月はいっぱい予定を開けといてほしいなって思うから、これは多分きっと私の最後のわがままになると思うんですけど、皆さんね、3月はいっぱい予定を開けておいてください。お願いします。19日のリセット泣きそう、なんか私も泣いてるファンの方を見てしまったらダメだって思った、今日お見送りで、うん、あーちゃんが卒業発表した後に思い出のほとんど見たら泣ける、実はあの時にはもうね決まってたから、でもゆえるにその時に卒業すること言ったら多分私が泣いて歌えないんじゃないかなと思ったから、その時にはまだゆえるに言えずに、あの頑張って自分でそっと溜めておきながら、あの日は思い出のほとんど歌ったんですけど、ダメでしたね、泣きそうになったわ、我慢したんですけど、今日も来てくれてありがとうね、バッチリ見えたよ、ちゃんといつもありがとう。ゆえるちゃん感づいてなかった、うん、感づいてなかったけど、なんか周年終わってからね同期には言いました。同期には言ったな、あとはやっぱあきちゃんとよさんには言おうと思ってたからさ言いました。でも本当に濃く、本当に少ないメンバーにしか言ってなかったからね。あ、そう、ミュンもね見てくれてたよ。あ、ゆずぴさんありがとう、クマ、いや、ぶつけた、ホワイトボードに、なんかね、そのなんて言えばいいんだろうね、いや本当にそうよ、さやまる発表する日に、そうなんだよ、あの髪型してたから、ゆえるの影穴噛みまくってたのはこれがあったからなので、なんかゆえるがどうしようめっちゃ噛んじゃったって言ってきてて、そうね、こういう時のショールームって何話したらいいかわかんないんですけど、
かんないなって思う。ずっと泣いたら泣かんでよ絶対に。セマルも知ってましたよ。同期は知ってる。ガリさんとの出会いに感謝。そうなの。みんな。でもみんなと私は出会えて幸せだなってすごい思いますよ。当たり前に。そういうのがひまわり組って。なんか私あんまり相談とかせずにもう全部一人で決めて、でちゃんと、なんだろう、決まったっていうか、卒業がちゃんと決まってメンバーに行ったので、なんか誰とも報告ってか相談も何もせずに来ちゃった。あ、テラさんありがとう、いつもありがとうね、来てくれ、いつも来てくれて。相談者に期待させてよ。私なんかあまり人にずっと相談できないタイプだから、なんか、できずだったけど、でもずっと昔からっていうか、なんかいつからかこう、なんかあれやりたいなみたいなことがやんわりとはあったから、なんかそれがこう高校生活を歩んでいくうちに具体的になんかなってきたから決めました。あきちゃんツイート泣いちゃう、後で見るね。でも今日は本当に本当に本当にドキドキしたし、頑張れるかなと思ったからね、ちゃんと大好きな方のトレーナーを着て、なんかお守り代わりにしてきました緊張するからさ、なんかちょっと服からパワーをもらおうと思って、そう、お疲れ様ありがとう。そう、いぶきにもねすごくすごく言うか迷ったんですけど言えずで、っていうメンバーが本当に多かったから、なんかいぶきも出てもらいたかったんだよね本当は。でもさ、レイヤちゃんとポジションが被ってるから、なんかもうさ、どうしようもないことじゃん。だからいぶきちゃんにはすごい申し訳ないなって思っちゃった。信じられないんだけど、 LINE が来てたからすぐに返した。いぶきちゃんって。でもなんかずっと、いぶきに感づかれてなかった。昨日ドキドキしてたけど、なんかリミカにはずっと話してました。だから今日は、あはー、いぶきちゃん寂しい、本当にもう明後日会えるやん、いぶちゃん。あとで LINE 返すね。かわいい赤ちゃんが来た。そう、リミカには言ってましたね、ずっと。多分一番最初に言ったかも、多分リミカに。あ、オーディさんありがとう、タワーあら、みんな、あ、ホールドトマト今日もありがとうね、見えてたよバッチリ、ありがとうごめんなさいね、なんかもっと深い話はまた今度、この反響しない空間で言おうかなって思う。ここ反響しすぎてすんごい恥ずかしいんだよね今。そう、今日来て来るって言ってたからすごい嬉しかった。ドキドキした、本当に足がずっと震えてた私は。あー、翔太郎ありがとういつもありがとうね、ずっとよろしくね。ああ、そう、めっちゃ反響してるここでもね、誰に なんか言ったかはね、結構少ないかな。でもね、
ゆなっちには言って、今日ギリギリ始まる前にさ、ゆなっちに会えたのね。だから本当に安心した。ギューっていっぱいしてもらった。あー、さやかちゃんありがとう。ずっと好きよ。くれたんがもうずっと泣いてて可愛かった。なんか卒業までになんか何かできたらいいなってすごく思う。あー、皆さんありがとう。リーさん、たぶんありがとう。いつもありがとう。いや、りなちがすごいびっくりしてた。マジっすかってずっと言ってて、なんかね、最後まで何かみんなが喜んでくれることをできたらいいなって思うから、なんか何をしてる私が見たいかなって思うんですよね、皆さんが。みんながどんな私を最後見たいかなってずっと思ってるから、できるだけさ叶えられたらいいなって思うし、ねえ、ドラさんでね何かできたらいいなって思うのよ。なんかみんながこんなにさ、私寂しいって言ってもらえるような人だって思わなかったから、なんかすごく嬉しいなと思ってさ、すごいなんかジーンときちゃったし、言っちゃったからずっと言うまではなんかずっと夢の中にいる感じがしてふわふわしてる気もしたから、こうやって言ってなんかもうみんながさ知ってる状況になってしまったのが結構鳥肌立ってる。あー、カズありがとう、いっぱいいつもありがとう。ツイッターみんな驚いてた。本当ですか。なんかいっぱいね、私はでも最後までずっと何がしたいって聞かれても、なんだろう、ずっとアイドルらしいことがいっぱいしたいなって思うからね、それができたらいいなって思いますし皆さんもたくさん教えてください。でもなんかすごいさ、すごいすごい嬉しいのが、私本当に心の底から目撃した公演がさ大好きだから、それで終われるっていうのがすごい嬉しいなって思ったなって。あー、ぼーっとしないで、したい曲全部して卒業してほしい。それはすごいしたい話なんですけどね。でもさ、できるのかなって思いながらさ、そうそうそう、なんかいっぱい本当に本当に大好きだったから48グループが、だからね、なんかやりたいなって思う曲とか山ほどあるからさ、それを踊ってる自分をやっぱりみんなに見てもらいたいからさ、できるかわかんないけど、だから皆さんいっぱいいっぱい目撃者公演見に来てくださいね、絶対ですよ。一回だけあかりちゃんラブシュギ見て、私もしたいんだよね。3月の17日が卒業公演になるので、本当に本当に目撃者公演できるのが1ヶ月ぐらいしかないんですけど、一回一回をね大切にして、みんながね、そう私もラベンダーフィールドしたいし、いっぱいいっぱいやりたい曲あるから、それだけがちょっとまだ悔いが残ってるなって思う。おきぽにはね言ってた、言ってた、なんか写真集を出すことを教えてもらったから、その時に言ったら、あたたは来てる？マジ？あ、タイさんありがとう
当にみんな。だから今日なんか緊張してやばかったから、公演始まる前にあきちゃんとね一緒にご飯に行きました。最初はなんかさあ両立しようかなとかも考えたんですけど、でもなんかどっちかが絶対におろそかになっちゃうなって思ったんですね。なんか今はこうさうまい具合にこう両立させてもらってるけど、でも新しいことをその始めるために勉強するんだったらなんかおろそかにできないなって思ったし、私自身あまり両立をできるタイプじゃないし中途半端になるのが嫌だったからってなったらっていうのをもう本当にこれは正直な話2年前からずっと考えててって感じですね。し、なんか正直こう活動を振り返った時になんか自分の中でやりたいなって思うことがすごいたくさん叶ったなって思ったからちゃんと決めれました。なんか結構自分が行ったそのツアーで神奈川県に立てたことが私の中ではすごく嬉しいことだったから、なんかそれで結構なんか悔いないなとかは思えるようになった。愛知がたくさんいじってほしい。じゃあプライベートでもね、いつでもね任せなさい。だからね、結構自分の中では前から決まってたから、地元でコンサートできるって知った時は本当に嬉しかったなって思ってます。そう、自分の中でそのなんか神奈川県でコンサートやるのも夢だったけど、でも自分が見てた場所に立てるっていうのがね、しかも HKT を見た場所だったから、なんかそれに立てたのが私の中で結構大きな出来事だったから、大好き。おばちゃんになっても絶対忘れない。私も出会えたことずっと忘れないよ。ずっと大好き。いっぱいいっぱいこの2ヶ月、ラスト2ヶ月何がねあるかわかんないんですけど、本当にいっぱいアイドルできたらいいなって思うばかりです。私はだってアイドルがしたくて入ったから、なんかずっとそれだけさやり続けれたらいいなって最後まで。みくちゃん、なんかすごいさ、いろんな方からのコメントを聞くたびに私はすごく涙が出そうになっちゃう。ドラさん公演ねできたらいいなって、ドラさんでいっぱいやりたいなって思う曲とかさいっぱいあるから、やっぱお腹めっちゃ鳴るんだけどどうしよう。もう本当に本当に私の中で組閣がドキドキだったからね、今言える話だけど、もう本当に本当に不安だったから大丈夫かなって思ってた。イベント主催してライブしよう。もうみんながそれを声を上げてください。はあ緊張した。今何時？46。
約5年間かな HKT で入れて、なんか本当にねふと思ったんだよね、なんか私みんながこんなに応援してくれてなかったら、なんかこんなに楽しくて幸せなアイドル人生じゃなかったなって思ったなって思うのよ言葉変だけど、そう5年も経ちましたねなんか入ってからたくさんこう前に立たせていただく機会があったから、なんかすごいたくさん、不安になることもあったし、私でいいのかなって思うこともあったけど、でもみんながそれでもついてきてくれてずっと応援してくれたから、なんかずっとこの位置に入れたし、なんか本当に本当にこんな幸せだっていいのかなって思う日々でしたいっぱいさやりたいことも叶ったし、思い続けてたっていうか、こういうことができたらいいなって思ってた、そのアイドル生活をねできたのが嬉しかったし、すごいなんか最近みんなが会いに行くよとか最近好きになりましたっていうコメントを見るたびに結構申し訳ない気持ちというか、すごい苦しくなってたなみたいなのはあったから、会いに来てとも言えなかったし、だからそれでちょっとなんか気づいちゃってたファンの方もいるのかなって思ったら申し訳ないんですけど、でもなんかそう言えなくてさ、でもね今はこう申し込んでくれてる方は振り返られるので、いや忘れないよ絶対に、当たり前じゃんなんかずっと思い出しそう、みんなんか言うのも申し訳なくてさ、私の中でだから言えなかったなって思った。それな、ありがとう。でもみんなずっと仲良くしてよ絶対だよ。マブだよ、それはそう、マブだよあ、やば、倒れる。はぁ、緊張した。十分仲良しだよ、やば、嬉しい。一生タクしよう、それはそう、だって今日の、トレーナーだって。なんだろうね、やり残したことか。でもなんかずっと私オタクだったじゃないですか、48が大好きで、自分で一回セットリスト組んでみたかったなとはちょっと思ってる思いましたね。なんか今日さ緊張して寝れないかなと思ったんだけど、意外とちゃんとぐっすり寝れた皆とずっと友達でいいよ、ラブ。そうだから、だからめっちゃ喋るやんと思うけど、めっちゃ喋るやんと思うけど、私本当に今回ハウステンボスが夜まで出れたのが嬉しかったわけ。もうね最後の最後でさ、みんなと最後まで一緒に入れて年越せるのを最後にできて本当に嬉しかったなって思ったわけ。成人が引き下がってよかったなってさ心から思った。
そうしなかったら私みんなと年を越せずに年を一緒に越すことなく卒業してたなと思うと、みんなと年越せたのが本当に嬉しかったから、こうなんかしみじみした。法改正最高、それだ友達。はあ、緊張した。またなんか深い話はちゃんと後日ってか明日しようかなと思ってたから、ショールーム。絶対私人生の中でみんなと忘みんなのこと忘れることないと思うよ。もまめ頑張って送るわ。あ、で、そう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 、下書きしたの、ちゃんとちゃんとみんなに伝えたいなと思ったから。忘れたら怒るよ、こっちのセリフもあるよ。でもみんなは絶対に私のこと覚えてくれてると思ってるから。勝手なつもり。いい読み物かけた、頑張ってあきちゃんを見習った。ありがとう、通称宝物にするよ。ありがとう。緊張したわ、ほんまにほんまに。だからね、なんか結構さ決まってたからさ、前からしれっといろんな時いろんな瞬間で泣きそうになったことがいっぱいあったから、頑張って我慢我慢我慢と思いながら最近は生活してた。本当にね、そうなんだよね。この間フェスでファーストラビット歌った時に歌詞が染みすぎて泣きそうになったんだけど、でもなんで泣いてんのってさ思うからさ、きっとね皆さんは。だから、あー、きちゃんのブログ楽しみ、ドラさんには話してた、それ聞いて泣いてまう。そうなの、あの時はもう本当にやばい、一週間もないじゃんあとみたいな気持ちでさ、ファーストラビットしかも真ん中に立たせていただけてたから。そう、あ、もえちゃんから LINE 来てた、さっき。なんか自分の夢を探しに行くがもうダメだった、もうってなった、マイメロディーになってしまうとこだった。それが結構染みてやばかったなって思ったし、しかもなんか同期がその時フェス一緒に出れたから、それがねえやばかったです。言葉うまくできない、本当に私こういう時では。なんか、なんか、うん、嬉しいなっていう方からもね連絡が来たりとか、私はすごい最近ねいっぱいエミリーさんと話せて、それが本当に幸せで、私大好きだから、エミリーさんが LINE をくれたのがなんかちょっと嬉しくて、今結構公演終わりに染み渡ってしまったんだけど、やば、22時なる？マジやば、ちょランキングだけもかな。でも本当にさ、そう嬉しくて、それが後で LINE 返そうって思った。私大好きだから本当に。でもね、本人にはずっと可愛いです大好きですってずっと言ってる。サイミリーのオタクなので。じゃあランキング読みますね。13位は岡ちゃん、12位がフォールザトマトさん、11位まなみちゃん、10位リーさん、9位タイさん、8位テラさん、7位翔太郎、6位がサイカちゃん、5位がマキちゃん、4位がオーディーさん、3位がみのりさん、2位がゆずぴさん、1位がカズ、ありがとう。みんなありがとうね。ゆっくり後で SNS 更新するので、みんなのコメント待ってます。大好きすぎるよ、それな。ありがとう。
本当に本当に急になっちゃったんですけど、こうみんなが急なのに応援してるよとか言ってくれるのが本当に嬉しいなって思うし、なんかね、寂しくなることもきっとあると思うけど、でもずっと私は笑顔でいたいなって思うから、みんなもね、いっぱい笑ってほしいなって思います。みんなもずっと私のこと好きでいてね、絶対に。ありがとすぎ、こちらこそいつも見てくれてありがとう。かわいいね、大好きよ。私もね、笑顔でいれるように。すっきりした、とっても。本当にみんなになんか隠し事をしてるのがなんか申し訳なかったからね、すっきりしたので、とりあえず2日後、2回公演頑張ります。目出るからさ、久しぶりに見ててね。ありがとうございました。じゃあ ありがとうございました。本当に本当にみんなありがとう。ショールーム法改正、それな、早く喋りたいな、めっちゃ喋っちゃうからさ私。ありがとうございました皆さん、またねー。